イノシシやシカなど野生動物による昨年度の農作物被害額は1億300万円余りと10年連続で1億円を超えたことが県のまとめで分かりました。県によりますと、イノシシやシカ、サルなどの野生動物による昨年度の農産物被害額は1億321万円で、10年連続で1億円を超えました。動物ごとの被害額は、イノシシが最も多い4011万円、シカが3676万円、サルが1973万円などとなっています。また野生動物の捕獲頭数も2万1700匹余りと5年連続で2万匹を超えました。県によりますと、野生動物を駆除するハンターのうち7割以上が60歳以上と高齢化が進んでいて、県は若手のハンターを育成するため各地で研修会を開くなど人材育成に力を入れています。県鳥獣対策ふるさと創造課は、今後も被害の軽減を実感できるよう被害対策の取り組みを推進していきたいと話しています。